兄ちゃダメなんですかみたいなことでしょ。よっしゃー、おーほら、あ、そうか、あのビヨーンってやつだ、ビヨーンってやつ一周するやつ。ゴッホが生前に売った絵は1枚だけ。どうもー、始まりましたー、ゴージャス動画でございます。私がゴージャスでーす。そしてアシスタントのヨキュンでーす。ヨキュンねえ、これ深いですよ。じゃあ、なんで絵描きになったの？なんで絵描きになったの？絵を描きたいからでしょ。どうやって生活してたの？生活苦しかったんだ、絶対。1枚しか売ってない。売ってない。でも、死んでから評価されて、どっちがいいんですか？死んでから自分の芸が評価されるのと、今評価されて、手に、あ、お金を手にするのと。でしょ？だからゴッホだって多分天界からこんな野郎人の絵勝手に売り上がってって思ってるよ。でも分かる、その評価っていうのは、ね、それ後からついてきたものかもしれないからね。だから、うん、今どんなにね、うん、頑張っていても後で評価します。生きてる違いですね、やっぱり。ということで、クラゲー、はーい、よーし、お前は何の偉業を残してるいや、あんまり残してないな、偉業はな。残してるだろ、これ。え？これだよ。これが、俺たちの遺産だよ。遺産？遺産？うん、誰に、うん、誰に行くの、遺産は。未来、未来の。未来に。民たちに。でかー。まあね、何回も見れるしな、YouTube でね。そう、そういうことですよ。確かに。いいですか、この映像がね。その世界が終わって、一回終わって。一回終わったら多分いい。で、新たな人類がこう生まれて、パソコンを手にした時に、ゴージャス動画を見るじゃないですか。これが出てくるでしょ。過去の人類とはこういうものだったのかと。え、一回人類が滅んだらさ、YouTube もやっぱりなくなっちゃうんじゃないの？違います、こう掘って。さあ、今回はモンストー電子データなのに。モンストだ。はい、やっていきたいと思いますけどもね。はい、じゃ今回も、うん、どうしよう、今回は何やります？今来てるイベントをやりましょう。イベントやる。おぉ、好きなメンバーにする？なんか縛り入れる？なしで。なしで。なしで。じゃあ、勝つ。勝てるはずなんで、勝てる。いや、勝てるでしょ。アラジンいるんだよ。うん、それでいきましょう。そんなに私のアラジンが羨ましいの？なんかもう、これで負けたらもう売ってほしいぐらい。やだ。それじゃあ、行きましょう。画面こちらです。ドーン。はい、ということで、あ、私ホルスも育てたんですよ、これね。うん、かっこいいでしょ。かっこいい。まあ、一回も使ったことないけどね。好きだね、ホルスね、君。僕好きですね。ね、ホルスパ。エジプト、ね、エジプトが好きなんだよね。ほんと？スターゲート、スターゲート。初めて聞いた。知らなかったですか？知らなかった。エジプト中です、私ね。エジプト中。エジプトの、エジプトの、もう行きましょう。お、ストレートキャット来てますね。あ、なにこれ、かわいい。これ行きましょうよ。よし、行きますか。え、これ行けんですか。行けます。ただ、もちろんレベル99の極みキャラで。ほら、うん、私持ってないから、これこれ行きましょう。極みじゃないといけないの？極みの方が、やっぱり結構、公認系なんで難しいんで、うん、それ今、蓮舫さんの兄じゃダメなんですかみたいなことでしょ。でしょ。わかんない、それがその元ネタだな。ね、ブームになったやつがあるんですよね。はい、じゃあこれで究極、え、はい、募集した。うん、じゃあな、3番目に入っか。はい、おー、こちら、ゆきゅん、アラジン。あ、なんだそれ、おいちゃんの、怖っ。おいちゃんの、おいちゃん、お、これはあれだ、クシナだ。クシナだ。怖いやつ。怖っ、凶悪な顔してるよ。これでいけないわけはないでしょうね。普通にやれば勝てます。普通って何ね、モンストの普通って何ね。え、普通って何。普通、おー、みんなおーっていう感じの。おーは普通じゃないでしょ。いきましょう。スタート。一発一発当てていきましょうかね。一発一発当てていく感じです。
ね、これね、この4人の中で一番、うん、僕のフレアバルキリーが一番弱いですから。さあ、降り立った。おー、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。欲しいでしょ。欲しい。さあ、じゃあ本気でいきましょう。超可愛い。よっしゃー。おー、ほら、あ、そうか、あのビヨーンってやつだ。ビヨーンってやつ、一周するやつ。ビヨーン。おぉ、ダメダメ、食べない。結構痛い。待って、めっちゃ食らうんだけど。そうそうそう、いいよ今の。おぉ、これはやばいぞ。もういった。でもこのステージだけなの。なになに、違うよ違うよ違うよ、ボスでまた最後出てくるね。そうなの、うん、今ボスじゃないんだ。今ボスじゃない、全然。こんなに大きいの。で、持ってから、あ、雪に当たる、当たんない、全然当たんない。あー、やばいやばいやばい、半分切っちゃう、半分切っちゃう、これ私には来ないでほしい。これ誰に当てるのが一番いいんですか。普通に当てていただければいい。ダウエ、うん、ダウエ、ダウエ。ちょ、素材としていつも下にいますので。あ、ちょっとね、それは無理だわ。あ、しかも全然当たんなかった。ああ、まだこれステージ1ですけど。マジで？どうにかして。こっちが、おお、いいよ、放題。え、でも全然減らないね。究極ですよ、究極。大丈夫、誰も落ちない。 OK、 来た。あー、私光だから痛いんだよね、きっと。大丈夫、あー、全然。 あっちが闇だから私だけ当たった時にダメージがでかい。なるほどね。当たらなければいい。違うか、勝手に来るんだ。もう砲台の役割をね、ちゃんと。ダーベは果たして。おぉ、ほら、8100も当たるんだもん。これ逆に、あ、ダメだ。ハート、無理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 。だって重力やばいもん。無理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 。よけ、無理無理、あんなとこまで行けるわけないじゃん。うわ、あ、近くにハートが来た。これはおいちゃんにかかってるよね。おいちゃん、2個取って、2個。おいちゃん、どうにかして。2個取って、2個。ねえ、重力バリアじゃないの、みんな。これ取らないと。おいちゃん、フリーズした。大丈夫、来る。あ、取り損ねた。いや、1個取った。おい、お前たち。おい、お前たち、何してくれてんだ君たちは。一体よ、何やってんだモンストよ。ほんと、これでも余計のせいじゃないじゃん。いやー、ハート取りに行く気持ちがなかったろ、さっき。うん、気持ちあったよね。取れねえと思ったもん。絶対取んなきゃダメっつって、取んなきゃダメなんだっつってのそのダメ言われても、アンチ重力バリア持ってねえから。いや、ねえから、こっちも。ねえけど、飛んでいきゃダメなんだって。誰が持ってたん、アンチ重力バリア。テキーラな。はい、テキーラがアンチ重力。ダウェよ。ダウェが行くべきだろ。ダウェが行くべきだったのかもしんないけど、でも、砲台の役割果たしてからさ。でも、言っとくけど、うん、多分、アラジンに当てた方が、光と闇で、ダメージでかかったと。くぅ、これもうおいちゃんとダウエがやる。うわ、おいちゃんとダウエなのこれ。いいんだ。これはダメなの、これもうさ。これな。これ高労者。自分のキャラの強さ過信したべ、うん。めっちゃ引っ張ってよ。めっちゃ引っ張ってる。めっちゃ引っ張ってる。これ。ほら。めっちゃ。ほら。で、声出してね、二人。よ。本気で行こうよ。ストライクショット。これ結構痛い。でしょ。
やってる方の心も痛いんだよ。こっちもね、やりたくてやってるわけじゃないんだから。そうだぞ。テリー伊藤さんですか。あ、言ってんじゃねえよ、この野郎。お金だよ、これの。なんで負けてんだよ。なん、言ってねえよ。どけんじゃねえよ。今日は終わりだよ。見るとこねえよ、もう。兄貴の卵焼き屋、よろしく。ゲームマーケットがお送りするゲームバラエティ動画チャンネル、ゴージャス動画、ぜひ皆さんチャンネル登録レボリューション、いいねボタンもクリッククリック、アーカイブもチェックチェック、それここチャンネル登録は8000